おはようございます、ボスケです。本日の丸いかつりは腰越竹島さんにお世話になります。それでは早速この日の釣りを見ていきましょう。ポイントは港から5分の腰越沖ですね。本日のスタメンスってはこちらです。ここ最近直ブラが好調ということなので、ジョーカーさんのフロートネオンを4本入れております。直結から直ブラに変えるのはね、とても簡単なので、吸ってフックの上にね、コブを2個作ってあげて、そのコブとコブの間にビーズを締め込むだけなので、直ブラ仕掛けの作り方がよくわからないよという方は参考にしてみてください。腰越置き、ところどころに根があるポイントなので、ゼロ点で当たりを見すぎると、このように痛恨の根がかりを食らってしまいます。そしてスタメンスってを全員殉職させてしまいました。急いでリーダーを組んでスペアの仕掛けを取り付けて釣り再開。スペアの仕掛けはジョーカーさんの人気投票で復活した復刻版で組んでありますので、もうねこれ全員ホームランバッターですね。全員マーク・マグワイア夫人と言っても過言ではない。サミー・ソーサ、大谷さん、 It's show time。はい、来た。仕掛け入れ直して早々にヒットしましたね。今日は終日この仕掛けで通しましたので、ここからはヒットシーンとヒットスッテをまとめた動画をご覧ください。ダブル、はい、ダブル、よし、すげえ、
波の上下がやばいな。今のはバッティング切れたけどピンクエッドに行きました。はい、というわけで本日の超過は21杯でした。
序盤の3倍の後はね、いい群れを探して少し放浪したんですが、船長がいい群れを見つけてくれてね、今季最高人流し13回転ダブル4回の17杯の入れ乗りタイムを楽しむことができました。鈴木船長ありがとうございました。本日のヒット設定はご覧の通りです。これはね、もう誰が見ても861が完全に当たりすってでしたね。1本しか持ってないから、スペアのスペアのスペ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 アぐらいまでね、買っとかないと。釣り上げた丸イカは姿作りでトンにしてみました。8月に入りましたが、丸イカ釣りはまだまだ終わりませんよ。次は来週にでも行っちゃおうかな。というわけで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければおすすめ動画のご視聴、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。